はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日もね、やってまいりましたね。今日もじゃねえや、何時間、これ、何時に更新するの？もう、夜中に上がってるのかな？夜中の3時、1時間に1本更新ぐらいの予定で、とりあえず、24本分余裕見ときゃ、全部紹介できるだろうっていう、すっげえ雑な計算なんですけどね、やってますけどね。今日はですね、ちょっとスーパーから一回ちょっと離れちゃうんですけど、寿司道場さんを見てみようじゃないかというわけでございます。そう、当然お寿司屋さんなんでね、やっぱり本巻やってるだろうなというところで、この前、チェーン店のね、大手回転寿司チェーン店、くら寿司さん、はま寿司さん、スシロー、と、かっぱ寿司か。ここのね、4店舗は見ましたけどね。まあ、やっぱ、三重県北中市と言ってるからね、まあ、こっちの方でね、やってるところで、回転寿司のところで、有名なところっていうと、二つね、あるんですよね。一つがね、今日紹介させてもらう寿司道場さん。で、もう一つ、寿司まんまんさんっていうところが、こっちの方が店舗数は多いかな。四日市と通とかにもね、いくつか店舗を持っておって。四日市も、笹川と塩東にありますもんね。とかっていうふうに感じで、結構あちこちに、展開してる。こっちの方の人だとね、よく知ってる、寿司まんまんさんっていうところがあるんですけど、寿司まんまんさんをちょっとパッと見たら、ホームページとかにちょっと情報が出てなくて、どうも、恵方巻きの、やつは、やるのはやるみたいなんですけど、ちょっと情報がちょっと集めれてなかったんで、寿司道場さんの方チェックしたら、ホームページの方でね、ちょっとデータの方載っけてくれてましたんで、そっちの方ね、チェックしながら、ではね、本格的なね、お寿司屋さん。まあ、寿司道場さんはね、いわゆる、お寿司屋さん、回転寿司系の中でもね、かなり、本格派のところでございますから、そのあたりどうなっているのかっていうのはね、見てみきたいと思います。よろしくお願いいたします、どうも。もはやここに一回のカットすら入れやんくなってますもんね。私ももうカットを入れやんつもりで、もう喋りながら画面のスイッチやってますもんね。ひでえ話だ。普段やったらね、こういう感じのやつはね、さすがにサブチャン扱いにするんですけどね、ちょっとね、さすがにね、4つ目の方はこういうのもたまに入りますよ。こんだけ集中してやるのにはね、もはやね、BGM とかつけるのはおろかね、そういったことをする時間もないというわけでございまして、ここでですね、どんと、節分は寿司道場ね、ほうまきってことで、寿司道場さ、こんな感じで、どんと、特設のホームページのところでお知らせをしてくれております。で、特徴としてはですね、かなり品目は絞ってある感じですね。買った方が海鮮贅沢巻きということで、マグロ、モンコウイカ、サーモン、カズノコ、エビ、卵、キュウリ、ボイルズワイカニという、ザっていう感じのね、海鮮、いろいろ巻きのやつがあって、これが1980円。で、税抜き税込み書いてないんですけど、多分税込みと思われますので、税込みでやっていきます。税込み1980円というふうに扱わせていただきます。で、太巻きの方が、1本1150円。アナゴ、カツノコ、卵、キュウリ、かんぴょう、しいたけ、おぼろってことで、太巻きって名前ですけど、ザ・恵方巻きっていうラインナップですね。アナゴ、カツノコ、卵、キュウリ。あ、でもカツノコとか入っとるから、あれか。かなりちょっと豪勢な感じではありますけど、まあ7種類のやつが入ってっていうところでございますので、まあこれは比較的ザ定番の恵方巻きに近い形かなっていうので、これは1150円ということでございますね。なるほどな。いい感じですね。で、多分18センチサイズでしょうねということなんですけど、ちゃんとね、ハーフサイズもありますよってことで、ハーフサイズになるとこんな感じと。海鮮贅沢巻きが995円。さっきも載った太巻きだと580円ってことなんで、パッと見てみると1980円から995円なんで、日本サイズにしてみたときに、1990円。ですから10円差しかないんでね、本当にハーフだから、全然、割高にもならずに、10円ぐらいの差ですからね、すごく大きいですよね。それで1150円で、こっちの方が580円ですから、ハーフのバッター1160だから10円差ですもんね。そうそうそう。なので、実はハーフサイズもちゃんとすごくお買い得な感じで、ハーフで500だ。で、ハーフ多分9センチありますからね。9センチのハーフサイズで580円で太巻きだったら、案外スーパーとあんまり変わんねえじゃねえかという、ところになってくるんで、ちゃんと、寿司道場さんだと何がいいってね、やっぱね、飯がね、
なんて言ったって、ちゃんとしたお寿司屋さん何かいてね、酢飯がうめえんすよね。そこのところですね。まあ、スシロー嬢さんは実はね、新しくなってから来てないんですけどね。四日市のお店が移転したんですよね。今まで、松本、あれ、常盤三丁目かな？そうやね。松本じゃないよな。もっと手前だもんな。三丁目だよな。あたりにあったんですけど、一号館とかがあって、松本の一号館とかがあったとか、辺境君とかですね。のところにあったんですけど、そこからね、ゆっくりとちょっと山の方に移転しまして、同じね、松本街道沿いなんですけど、ずーっと山の方に行った、小茂町の方にね、行きました。小茂じゃないですよ。小茂町っていうところがあってね、これ厄介なんですけどね、犬山街道沿い走っていくとね、コモっていう町と小物っていう町があってね、読みだけで言うと、漢字が全然違うんで、小さいに生きるって書いてコモって言ってね。で、小物は、マコモのコモ。マコモのコモがね、地元民にしか通じねえんだって、マコモって言って、マコモねってわかる人なかなかいないですからね。コモっていう、犬山ロープウェイとかで有名な犬山温泉とかで有名なね、小物町です。小物ですね。これは一応三重県北中世の人たちだけ見てるだろうっていう前提で話してるんで、別にそのあたりとか説明する必要もないのかなと思ってたんですけど、ね、最近はね、一応メインチャンネルの方でやってるんで、一応ね、県外の方もね、というか、なんやかんやでこのシリーズね、県外の方見ていただいてる方も、まあ、結構いるみたいなんでね、そのあたりとかも踏まえてね、ちょっと話もしていくような感じでね、三重県のね、その地域の人向けであり、かつ、県外の人たちとか見たときな、三重県にこういうお店があるんだってなんか分かるようなところにしていくっていうのもね、一つ、新しい、三重県のね、魅力を発信するっていうのもね、一つ、手段かなということなんでね、こういう感じでやってますけどね。ということでね、そういうのを待ってね、こっちのメインチャンネルに移してきたっていうのもありますからね。という中でいくとね、寿司道場さんって多分県外の人からするとね、名前もね、そんなに、っていう感じやと思いますけど、もう三重県であると、まあ、に、えっとね、2店舗なんですけどね、桑名に本店があって、四日市店、桑名の本店も1回転してますよね。昔はもうちょっと休暇公園沿いの方にあった。んですけど、そこから、ちょっと南側の、あれ、エバーじゃねえのかな？どこかな？23号入ってって、23号から桑名方面行った時に、ドーンと桑名に出る、ドーンと行く前、手前の道のところにエバーとかそっちの方に行くときに、抜けるときに使うのに便利な道のところをピューンって入ってってね、キング観光とかがあったりとかするところ辺まで行く途中のところにフォッとあるっていうね、ちょっと郊外の外れたところなんでね、してないとなかなかピュッと入りにくいところではあるんですけど、知ってたらね、必ず行く人はね、行きやすい。案外あそこね、ちょうどね、どの方面からも出入りがしやすい、いい立地ってありますんでね。そう。特に熊野本店さんね。四日市のお店もね、だいぶちょっと山寄りに移転して、渋滞は前の方がね、しにくくなって、前はね、松本街道の結構時のど真ん中のところだったんでね、まあ、出入りがね、まあ、道が混むところなんでね、まあ、いよいよ、なんて言ったらいいのかな、ツンツン、ツンツンツンですよね。トントントンと。で、まあ、結構出入りがちょっとしにくい。じゃあしにくい、ところ。まあ、松本街道全体がそうなんでね。まあ、で、あそこら辺ね、多分ね、地価がね、多分テナント料とか、まあ、高い位置なんでね。あの辺りは、昔お店やってたところとかで、あの辺りでね、働いてたこともあるんでね。大体地価が分かってるんですけど、実は松本街道、で、確か、イクワの方に出した方のが安いぐらい。今はどうかわかりませんけど、松本街道の方が高いですよね。なんですけど、案外、松本街道って、そんなに、売り上げが上がりにくい。混みすぎるんですよね。積みすぎるんでね。そういうようなとこがあったりするんでね。まあ、そういうのもあって、多分、小茂町の方が絶対安いですしね。でも今回ね、スケルトンにどんどん作ってましたからね、ちょっとね、新しい店舗行ってみたいんですけどね、なかなかね、寿司道場ね、なんて言ったらいいのかな、なかなか一人で、おっさんが一人でパッて食いに入りづらいございます。やっぱ結構家族連れで行ったりとかで、まあまあ友達とかとね、行くとあれなんでしょうけど、ちょっとね、一人でフラッと入るにはね、ちょっと敷居が、あれなんですよ。高い感じが。品書きとかパッと見たらね、あれですけどね。定番メニューとかでわーっと見てきますけど。
写真はそんなに載ってないから、そう、さったさったって、400くらいになると、これ、本マグロなんか見たもんで、わーっとあったりするんでね。梅っす。やっぱ、うまいな、思い出ね。で、新しくなってから行ってないんで、ね、ちょっとね、どういう感じになってるのかな。まあ、新しくなったって言っても、お店のスタッフさんがね、そんな変わってるわけじゃないんでね、絶対美味しいところだと思いますけど、まあ、なんかこだわる人って、いや、店舗が変わったことによって、なんか店から出る、その、なんか、雰囲気とか、その水のね、質とかが微妙に変わって、それが製品に影響するみたいなこと言いますけど、私の考え分かりませんし、そういうのね、ちゃんとできる、そういうね、こうやって、ね、その、ちゃんとした、ね、職人さんがやってるところですね、なん大丈夫だろうと思いますんでね。どうなんでしょうねっていうところなんですけど、まあ、いろいろ過去をかけて生きてみたいのは言ってみたいですけどね。というところでございますね。っていうところがあったりとかなんですけど、あっちに戻してたね、こっちの方ね。まあ、こんな感じ。他にもサラダ巻きが650円と、大エビ天巻き780円とかね、結構エビ天とかも、ここにシャッと置いてるのがそれだな。サラダ巻きとエビ天がここに、ちゃんとラインナップで、映してあるのも面白いですね。っていう感じで、通ってるんで、案外、ですから、さっきみたいに、それ要は一皿400円、500円とかのところにね、ブロードラインとかと乗ってきてるところなんで、まあ、当然、それなりにするだろうなと思った。それ、いや、ハーフでこの値段やったら、別にそんな、っていうところがあるんでね。最近だって、100円寿司も最近100円ではなくなってきてますけど、回転寿司のところ行ってもね、ちょっとね、お腹いっぱいいろいろと食べとった2000円、一人当たり2000円超えたりしますからね、そう考えたら全然、ちゃんと1本のやつでもね、この値段ですから、全然ありだと思う。いいなと思います。ということでございます。ちなみに、受け取りは1日から、1日、123受け取りできるのかってことは、期間長いな。あ、そっか、別に、だって寿司屋さんだから、別に、握る人いくらでもいる、常にいるわけですから、別に、3日に限って取らんでもいいって考えたとか、そうすると他のちょっと3日のところとかとずらして、まあ3日にね、ちょっといろいろとなるべく食べてみたいなと思ってたんですけど、あ、こういう風にしてもらえると、1日、2日に、そして買っとくってのもいいですよ。まあ、1150円だと全然いいもんな。おー、よしよしよし。おー、そっか。何せね、その、小包丁のところなんでね。別にその、1日とかやったら、取りに行けるような。っていうのもね、ちょっと頭に入れながらね、念頭にな。こういうふうに、幅も、まあ、多分お寿司屋さんだからできるっていうのもあると思いますけどね。まあ、海鮮とかもね、何せ、常に仕入れてますからね。そりゃ、お寿司屋さんですからね。っていうこともあるのかな。やっぱ幅を利くのかなっていうところがありますよね。なるほどな、ということでございます。まあ、こういうような感じですね。日付がね、だいぶ、ばらけてますんで、営業時間だけあれかな。8時か9時だったと思うんだけどな。平日の方ですね。平日ですんで、ラストオーダー9時で、9時半まで営業というふうになってますんでね。四日市もそうですよね。9時半まで営業というふうになってるんで、ここね、ちょっと、前はね、ここの、前はこの辺りにあったさ、今、自動車を買って第二駐車場になってますけど、昔はちょうどここら辺になったんですよね。で、ぐいーっと移動してね、今こっちの方にありますってことで。多分駐車場はもう、つかと、止めたら、駅2つ分ぐらいありますんでね、直接行って。広い駐車場なんで全然もう止めれるようになってる。ここのところで止めれるようになってると思いますんでね。そういう感じでございます、という感じですね。あ、いいですね。あ、花火なんだ。へえ、どこ？あ、境に、あ、そう。栄三丁目、おー、ど真ん中に作ってね。あ、でもね、そういうところで勝負できるだけのクオリティありますからね。なるほどなー、へー。すごいなー。9時までやってるな。へー。面白いですね。
っていうのもあったりするらしいです。まあ、こっちの、インスタのリンクとかもちょっと貼っときましょうか。という感じでね、これをね、リストアップするとね、まあまあ、シンプルな感じになりますよ。ドンと、こんな感じで6種類あって、まあ、ハーフサイズのやつもあります。ちょっとハーフサイズのやつにね、品目が書いてなかったらあれですけど、まあ、こんな感じでね、品目も、まあ、だっていう感じのね、定番のところですよね。お寿司屋さんの書いてあるやつの場合には、これだけでね、パッとね、家のところがありますからね。例えば、酢飯のところだったり、海苔とかもね、質が違ったりとか、あるはずなので、どうかな。海苔はちょっとき、あの、期待してますけど、確か、普通の海苔巻きとかでもやっぱ美味しかった記憶ありますからね。うん。そういうところでね、ちょっとね、違いが出てきますからね、いいんじゃないかなと思います。ということでございますね。品目もこんな感じです。シンプルですね。ですね。まあ、こっちの方に並べてみてみると、たったったったと、酢道場さんだと1900円が1150円が小巻き価格で、ハーフで580円ですから、まあ、パッて見てみたらね、うん。案外とね、普段のイメージから行くと、じゃそんな、出っ張った価格にもなってないですね。へいへいへいというところなんですよね。そうですよね。牛トライ方巻きが578円で580だったら、580だったら、そうね、大子とかも646とかだし、下手なスーパーより安いもんな。うん。なるほどな、そう。多分、比較対象になるのか、最初、このマルチューさんあたりが比較対象としていいのかなと思ってたんですけど、パッて見てみると、よっこいしょ、非常時にしますけど。よいしょ、しょ、しょ、しょ。パッとね、して見てみると、マルチューさんと見てみると、マルチューさんよりも、まあまあ、品目アイテムがちょっとマルチューさんの方がいろいろと置いてましたからね。そのあたりもあるとはいえ、1交換のね、水産は、やっぱデリカは別であるみたいなんで、そっちはまた、後で入力します。チラシの方にゲットしてきましたんで、今から入力してまたやると思いますんで、で、見てみると、結構高級なイメージがあったんで、最初全くね、まあまあ入れる、なんかどうせ多分高いだろうしなぁと思って、紹介しても、うちでね、なんかやったりとかもあれかなと思ったけど、いやいや、これだったら全然手出せるな。手出せる価格ではないですか。いいですね。あれ。他の、お寿司系は、ドンと見てみると、19%とかだったから、あ、まあ、やっぱ、そっか、他の、やっぱ、回転寿司チェーン系は安いのは安いのか。でも、だという恵方巻きだと、そこまで100円とかしか変わんないもんな。うん、まあまあ、ここはもう海鮮オンリーでやってるところとかも多いし、ってのもありますけど。まあ、この辺りの七福巻きは、そっか、クラは安めに設定してあるけど。でも、落差が10センチですもんね。うん。っていうこと考えるとね、ああ、なるほどな。結構、うん。いや、ありなんじゃないかな、これは。おお、なるほどな、ということですね。多分、寿司道場さん、特に地元の人だとね、パッと、やっぱし、ちょっとお高いイメージがね、まあ、実際、普段食べようと思うとね、100円寿司の感覚でいくとね、おっというね、価格になってしまうんですけど、やっぱちょっと片手はね、持ってってないと、安心して食べに行けない 感じはあるんですけど、いやいやいや、こういうふうに見てみると、恵方巻き、あ、い、いや、あえて、恵方巻き、この価格だったら本気でいいなと思える価格になってますんでね、ぜひ、ね、うちもちょっと、検討に入れていこうかなというところでございます、というところでございますね。ということでね、とりあえず、あとは、チラシ、また追加でね、いろいろと、今日も、また、終わってからね、ちょっといろいろと回ってきてね、いろいろと取ってきましたんで、とりあえず、今ゲットできてるので、一旦打ち切ってデータ入力して、その分をもうまとめて一気に1時間ごとに更新できるかなあと、3時4時台ぐらいまでは多分更新が間に合うと思うんですけど、エンコールが間に合わない可能性があるんで、そうしましたらもう、出来次第、上げていくっていう感じでね、やっていこうと思います。あとはそんなところかなというところです。で、すみません、ニコトの方がちょっと、予約、枠がいっぱいなんで、もう、上げてできたやつダウンロードデータ処理して、でき次第なんで、ちょっと、半日後ぐらいにちょっとディレイしちゃうかもしれませんけど、
なるべく早めに、ニコ動の方にも、アップロードしてきますんでね、順次お楽しみにしていただければと思いますというところでございますがね、とりあえず残り、ちょっとチラシいろいろともらってきます。6面が1、2、3、4、4つ集めてきとってで、その後にね、また、チラシが出てないところで、おそらく恵方巻きをやるんだよね。やるのは分かってんだけど、まだ情報がで、あの、その、オンラインとかでもね、ちょっと出てきてないよ。チラシもちょっと店頭で見つからなかったよっていうところは、また、もうちょっと一旦考察で話をします。たらればでちょっと話をさせてもらいます。で、いうようなんで、多分そうすれば20本ぐらいに収めれるはずなんで、残り。意味が分からんけどね。普通の一言だったらね、こういうのね、全部ギューッとまとめてね、全部ここはこんな感じって言って、2分ぐらいまとめてね、ポンポンポンってやってね、全てを紹介して、まあ1時間ぐらい、長くて1時間とかで解説動画で、普通だったら20分ぐらいでね、全ての店舗部やるんですよ。何やってんだ、うちのところはっていうところなんですけどね、まあこんな感じでね、まあ雑談がてらにね、いろいろと情報、仕入れていただければと思います。ということで、まあ今回もね、これぐらいでね、締めさせてもらって、次、今言っとった1号かでとかでやっていこうかな。そのあたりから、また撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ちっちゃいまんまだけご視聴ありがとうございました。もう戻しもしない。よし。